皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで今回は私がやっている色白の肌を保つ方法を動画にしていきたいと思います。それではスタート。夏好きなんですけど、夏がちょっと恐怖みたいな部分もあるんですね。色が白いことが好きなのね。そうだからもう白くなりたいし、とにかく白くなりたい。肌の白さっていうのはこの肌の裏側が元の白さって言われてます。このなんかここ外裏側のこの色が元々の白さだそうです。これ以上肌が白くなることはないらしいです。透明感とかね、くすみを飛ばすことができてもこれ以上は白くならないと。方法として先天的なものと後天的なものがあると思っていて、この元々の白さっていうのは先天的なものです。でこれは遺伝だと思います。多分日本でいると結構たまに自分が白すぎて引く時があるのね。韓国行ったらこの肌の感じ、白さと肌感がすごく似てる人が多かった。父方はそんなことないんだけど、母方はみんな色が白いです。もうみんな色が白い人が多いです。なのでまあ先天的なものだとこれかな。後天的なもの、とえ白くたってケアしてないと真っ黒になっちゃうわけですよ。子供の時とか焼けてる写真あります、真っ黒に。この白さをどう保つかっていう部分だけど、まず一つ目は絶対に日焼け止めは使うです。日焼け止めは絶対塗ってください。マジでなんか自分のことヴァンパイアだと思って生活してみてください。これとあとクマさんの子供も使えるみたいな、子供はクマさんのパッケージのやつで優しい肌に優しいものがあって、それがすごく好きなんですよ私一番。これ持ち歩き用に使ってる。クマさんのやつはねプッシュタイプなの。落ち出る前に塗って、でこれは持ち歩き用で、こういうねゆるいというかジェルタイプというかウォータータイプの日焼け止めが私好きで使ってるんだけど、普段みんなさん生きてて日常生活の上で SPF50 とかあるんだけど、 SPF50 は普段つけないでください。なるべく低いものがいいです。 SPF50 とかは本当に海に行く時だけ、あれを普段から使ってると負担が大きすぎて無理なので低いものを必ず選んでください。結構ねドラッグストア行くと 50B++++ みたいな強いやつしかないの本当に。あれね、あれちょっと嫌なんだよね。なるべく SPF この低いものが良いです。海山は50ガンガンで行って、ガンガンでみんな行って、海行く時もこまめに塗ってればそんなに焼けないから大丈夫。こまめに塗ることが大事です、お外にいる時。でこれがまず一つ。次がめっちゃ今日歩くよねっていう時あんじゃん、そういう時は日傘を持っていきます。メゾンドフルールの傘です。可愛いからおすすめ。あのメゾンドフルール行くとね結構可愛い傘いっぱい売ってます。これはもう日焼けとは関係ないんだけど、単純に私が可愛くて紹介したもの。これねフェリシモだっけ、フェリシモっていうやつの猫ちゃんの傘のねやつなの。すごい可愛くない、超可愛いと思って買ったの。これもう幸せな気分になりますよ、こういうのつけて。なんかアニメグッズとかも今傘につけられるやつあるから、ああいうのをねつけるとねテンションが上がって良いです。移動するとき、長く移動するときは日傘持ってあると熱中症対策にもなるし紫外線対策にもなるのでマジでおすすめです。なんか営業マンの人とか本当日傘差してほしいと思う。男の人もね紫外線って良くないんですよ、ヒュージャックマンも言ってたでしょ。だから営業マンの肌とかもちゃんと日焼け止め塗って日傘差して歩きましょう。そしたら安心してお仕事できるからね。持ち歩けるタイプがおすすめです。これがまあ2つ目。3つ目はビタミン系のサプリとかビタミンを取ること。未だに肌が綺麗で色は白いうちのおばあちゃまが言ってたんだけど、うちのおばあちゃまは若い時からずっと武田のビタミン C を飲んでるそうです。で私はビタミンサプリ飲んでるんですけど、結構世の中に今ビタミンとかハイチオール C 的なサムシング、あれ飲んどくと多分なかなかね美白には良いんじゃないかと思います。ちょっと高いのよねハイチオール C 確か。ビタミン系のクリームとかも使ってます。これ韓国で買ったやつ、これ良い、これめちゃくちゃ良いわ。ハンズ行った時に売ってたので今日本でも全然どこでも買えるのでおすすめです。次4つ目、肌が白い友達がいるの。なぜあなたは肌が白いんだと聞いたところ、タンパク質を摂るようにしてると言ってました。それもなぜタンパク質を摂るようにしてるかというと、タンパク質っていうのはお肌とか髪の毛とか全部作るものなので、なんだろう多分ターンが入ったんじゃない、なんかうまく説明できないけど、タンパク質は作るものだからタンパク質をよく摂るとお肌もきれいになるし爪もきれいになるし髪の毛もきれいになるし色も白くなるよ。これ結構理にかなってると思うんですよ。タンパク質大事、こういう食生活やサプリで足りないものを補うっていう方法はめちゃくちゃいいんじゃないかと思います。5つ目、これはですね
あのそれやっちゃったらもうっていう話なんだけど、外出ないんですよ。なんで白いのって言われて、何かしてるって言われて、確かに日焼け止めもつけてるし、日傘さして歩いたりもするんだけど、何してるかなと思ったら究極に外に出ないんですよ。お買い物行くのもだいたい日が落ちてから行くので、外に出ないんです。これはいいのか悪いのか分かんないんだけど、日光がささないの。なんかね、家、目の前に家があって、日光が、日が入らない家なんですよ。それもあるんだと思うんだよ。本当はなんかお家のお部屋の中にいても日焼け止めをつけるべきっていうのもあるんだけど、マジで日光入ってこないの。うちだから昼間からずっと電気つけっぱなしなのね。そういうのもあると思います。なるべく外に出ない。難しいなこれ。推奨は推奨っていう感じじゃないんだけど、で、あと余談としては、肌を白くする方法っていくつかあって、美容皮膚科とか行くと肌白くするやつがあるのね。私やったことないんだけど、あれはちょっと気になってます。白玉注射、白玉注射とかはあんまりね、評判が良くないっていうのと、高いんですよ。1回1回は安いんだけど、それを月4回とか打たなきゃいけない。月4回打ったら結構長くなるということで、私はやってないんだけど、レーザーとかはめちゃくちゃ効くみたいです。今度ね、打ってこようかと思います。紫外線対策はした上で、そういう皮膚科とかに行って助けてってお金を出して治療するっていうのも手だと思います。はい、ということで今回は私の美白を保つ方法を動画にしていきました。これ美白を保つって言ってるんだけど、紫外線対策って本当に大事で、おじさん電車の中行ったら見てほしいんだけど、すごいんですよ。シミができてしまってすごいことになってる人が多いの。お顔とかも、そう、お顔とかもすごいことになってるんですよ。シミ、あれ本当に良くないんですよ。あれは男性もぜひ、お外を出る機会が多い人とか、ゴルフやる人とか、ゴルフやる人本当にやばいのよ。あれ、あのやばいから、本当にやばいから、あのなんか美容とかじゃなくて、本当にあの健康的に良くない。まあいろいろね、良くない、とりあえず良くないのでぜひ皆さん、男性の方もこの動画見てる人、特にゴルフやってる人とかね、とりあえず本当にお肌シミがやばい人が本当に多いので、あのちゃんと日焼け止め塗ってください。もうめめしいとか思わなくていいから。俺は太陽と共に生きるよみたいなことを思ってる人もいるかもしれない。でもヒュージャックマンみたいなケースもあるから、ヒュージャックマンも今後悔してるって言ってるぐらいなので、本当に日焼け止め対策はしましょう。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。ではでは、ゆりっぺでした。バイバイ。